はい、こんにちは。今日はですね、サーチエンジン、検索サイトをね、ご紹介したいと思います。検索サイトって言いますと、まあ一番有名なとこはね、Google ですね。Google とかね、Google カスとか、まあいろんなね、こうね、Google、まあ検索するっていうことをね、Google にね、例えてね、いうことが多いかと思います。あとね、それ以外には、例えばヤフーであったりとか、あとマイクロソフトの Bing とかね、いう検索サイトがね、検索サイト、サーチエンジン、まあ、いろんな呼び方あると思うんですけど、今日はですね、Google でもなければ、ヤフーでもなければ、マイクロソフトの Bing でもない、まあ、第3の検索サイト、サーチエンジンっていうのかな、っていう、今ちょっとね、映してるんですけど、DuckDuckGo。これをね、紹介したいと思います。これ、DuckDuckGo。Go っていうのはね、これ実はね、検索サイトございます。ここにね、検索窓あるんで、ここで検索することができるんですけど、先ほど言いました、まあ、Google であったりとか、Bing とかの検索サイトと大きく違うのが、まあ、ここ書いてるんですけど、プライバシー保護シンプルにということで、実はね、この DuckDuckGo っていうのは、プライバシー、っていうのを非常にね、慎重に取り扱う検索サイトでございます。っていうのもですね、Google とかでね、検索すると、実はそういうね、検索結果っていうのは、実はね、Google の方がね、ずっと情報として持ってるんですよね。でね、その持った情報をね、いろいろと、例えばね、広告、まあ、我々がいろんなネットサイト見てる時の広告として表示したりとかっていうのをするんですけど、まあね、人によってはね、やっぱりそういうね、情報がね、Google 側がずっと持ってるっていうのが、なんかね、検索、どういうものを検索してるかっていうのを、まあ、ずっと調べられたりするっていうのが、嫌だなっていう人がね、多いかと思うんですけど、この DuckDuckGo に関しては、そういったね、こう、個人情報、プライバシーなんかを私たちは持ちませんよっていうふうなのをね、ちゃんと歌ってる、検索サイトでございます。なのでね、まあ、一応この DuckDuckGo が言うには、いろんなものを検索してもですね、まあ、我々のこう情報とかっていうのは盗み取られてないというふうなところでございます。まあね、そういったね、ちょっとね、こう検索とかにこうシビアな方っていうのはね、こういう DuckDuckGo というね、検索を使ってもらえばいいのかなと思いますし、ちゃんとここね、見てもらってわかる通り、日本語にね、対応しております。まあね、Google とか Yahoo とか、まあ Yahoo も Google だと思うんですけど、Google、まあ Bing 以外にね、こう日本語にね、対応している検索エンジンっていうのはあんまりないかなと思うんでね、こうね、DuckDuckGo、まあぜひね、使ったことない方いらっしゃったらね、使ってみていただければなと思いますし、あとね、検索結果に関しても、まあ、Google とか、Bing とは、また違ったね、検索結果が出てきますんでね。またね、ちょっと同じね、その検索キーワードでも、ちょっと面白いね、結果が出てきたりするのでね。まあ、ちょっと使ってみるとね、新鮮味あるかなというふうにも思います。はい。あとはね、iOS と Android には専用のアプリもあったかと思いますんでね。確かね、日本語化されたかと思うんでね。まあ、アプリ使ってね、スマートフォンなんかで検索なんかもできるんで、ぜひね、その辺やってみていただければなと思います。はい。じゃあ今日はですね、Google でもない、Yahoo でもない、Microsoft の Bing でもない、第3のサーチエンジン、DuckDuckGo をご紹介いたしました。この動画ね、面白いなと思いましたら、ぜひ、高評価、グッドボタンですよね、またですね、チャンネル登録またの方はですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。